はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理丸3をお送りします。で、これもね3本目となりまして、前回はね因数分解しようってことで、割り算の筆算使った問題やってったんですが、今回また違うタイプの問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやっていただいて、で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば、今から両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の問題、2問とも共通してるんですけど、ある知識を使うのね。で、その知識は、剰余の定理と因数定理丸1、つまり2個前の動画の知識をもろに使います。なので、できれば、もしね、この問題ちょっとわかんないなっていう子の中で時間があるようだったら、2つ前の動画をちょっとチェックしてもらって、ああ、オッケー、これできるできるっていう状態で聞いてもらえると、さらにいいかなと思います。ちょっと判断は任せますけど、もしよかったらね、お願いします。じゃあ行きましょう。1番が、まず x2+ax+b、こいつが主役ですね。で、こいつが x+1 で割ると1余るんです。で、 x-1 で割ると3余るんです。で、その時にその定数 ab、 ここねの値を求めようという問題で、どうやるかっていうと、ほにゃららで割るとほにゃらら余るっていう、これがその2つ前のこのね丸1の動画でやったんですが、それをものに使うと。で、ちゃんと書くんだったら1番で、まずこの式を px とかって置きます。途中式書かされる場合はね、答えだけでいい時は別にこんなん書かなくて大丈夫なんで、こうやって置くとね。で、まず x+1 で割ると1余るじゃないですか。で、これで割ってるっていうことは、割り切れる時とかにやってみましたけど、これで割ってるからマイナス1を入れるんだよね。こうやって x+1 で割ってるから、x にマイナス1を入れると。で、そうするとこっちにもちょっと入れてみる。ここが2乗して1で、マイナス a+b でしょ。で、マイナス1を入れたものが余りと一致する。で、今1余るって言われてるから、これ1なんです。いい？これで割ると1余るから、マイナス1を代入して、それが余りと一致する。つまり1になる。これで一つ式ができる。で、もう一個、これで割ると3余るから、これで割ってる。つまり、もう一回、今度1を入れます。で、1入れて代入すると、1+a+b。で、これが3余るので、こうなります。で、あとはこれを連立で解けばいいです。で、おそらくこのまんま足し算引き算しても解けるんですけど、一応きれいにしますね。1をこっちに持ってきてとかやると、マイナス a+b、上の式ね、1を持ってくると0になる。で、こっちも a+b、1を持ってくると2になる。で、どっちでもいいんですけど、多数からすると 2b=2、つまり b は1になると。で、b を1って代入して解いていくと、a は1になる。両方1だね。だから答え a=1b=1 と、ね、こういうふうに解いてください。で、同じような流れなんですが、ちょっとだけ難しくなるのが2番です。で、個人的にはこっちの方がよく出てくる、2番の方がね。で、2番は正式 px、px って式があると、何次式かわからないけどね。で、それをx-1 で割ると3余ります。x-1 で割ると3余る。2x+1 で割ると4余る。で、上と同じ感じだよね。これで割るとこれが余る。これで割るとこれが余るみたいな。で、その時に、じゃあ、px を、(x-1)(2x+1) です。これはね、この問題の特徴で、ここの式とここの式がくっついてるんです、こうやって。で、割った時の余りを求めようと。こういった問題になっております。いいね。で、 px が何かわからないんですが、まず x-1 で割ると3余るという情報から、 x-1 で割ってるから1を代入するじゃん。1を代入したら余りが3だから、つまりこれ3になるよね。だよね。1を代入すれば余りが3だから、これが成り立つと。で、もう一個こっちですね。これは 2x+1 で割る。この時は、
そのね、丸一の動画でもやりましたけど、割るものがイコールゼロと、これになる時のを代入しなきゃいけない。で、これ解くと、1をこっちに持ってきて、マイナス1、2で割るから、マイナス2分の1だよね。で、それを代入した時の数字があまりに一致するんで、これが4になります。いいね、これが4。まず、ここの情報と、ここの情報から、これがゲットできた。この2つがね。じゃあ、こっから本番。これを使っていくんですけど、PX をこれで割った時の余りを求めようと。で、まずですね、その PX を割った時の、これ、割る式の方なんで、小と余りをね、文字を使っておきたいんです。で、途中式を書かされることもあるので、このタイプの問題は。ちょっとそこもね、含めてやっていくと、ごめん、これちょっとね、1行目でちゃんと書くべきだったね。あれか。ごめん、ちょっと横で書こう、ちゃんと。P1 が、3か。で、P のマイナス2分の1が4だよね。で、次に、PX をこれで割るでしょ？ちょっとね、長いんで待っててね。X マイナス1、2X プラス1。まあ、言葉はね、多少違くても全然構わないんですけど、割った時の、小を、まあ何でもいいんですけど、9X。そして、右側が、ちょっと微妙か、こっち行こうか。ここがすげえポイントです。余りを、AX プラス B と置きます。はい。ここですね。なんで AX プラス B か。ここ絶対覚えてください。今ですね、PX が何次式かわからないです。けれど、割る式ですね。割る式の方が、これ、カッコカッコになってるんで分かりにくいんですけど、展開すると二次式になります。で、必ず割り算のルールは、割る式が二次式なら、余りは一次式以下です。割る式が一次式だったら、余りは、X がつきません。定数項とか、まあ、数字のみになるね。ゼロ次式だね。で、割る式が三次式だったら、二次式以下になる。で、今、二次式で割ってるから、もしかしたら X はないかもしれない。でも一次式以下なので X が必ず入ります。だからここが二次式なので余りは AX プラス B と置いてください。いいかな。ここがポイント。小はね、どうせ消えるからいいんだ。一応 QX って置いとけばいい。それでね、で置くと、まずね、割られる式、あの小学校でやった割られる数のやつね、はどっち先書こうかな。まあ、QX 後ろでいいか。この割る式ね、x マイナス1、2x プラス1、それと、まあ、小をかけるじゃないですか。で、プラス余りが来ると。ね、これ前もやりましたけど、この式が成り立つんだよね。あの、小学校の数の方で説明すれば、割られる数は割る数かける小プラス余りになると。その順番で書くと。で、これが成り立ったでしょ。で、ここで何するかっていうと、今、1とマイナス2分の1を代入したものが、すでに情報が出てるじゃんか。だから、ここに同じく1とマイナス2分の1をぶっ込みます、今から。で、そうすると何が起こるか。まず、この式の P に1を代入、あと X に1を代入します。そうすると、ここに1が入った時点で消えるんです、まとめて。なぜならこれ0になるから。いいね。つまり、これ1を代入すると、P1、イコール、ここ消えるから、ここに1が入って、A たす B だけ残ります。で、しかも P1 が3って分かってるから、これイコール3って成り立つことができる。で、もう一個、マイナス2分の1。これも代入すると、ここに入れると、これが0になるんだよね。だから同じく消えると。だから残るのはこっちの部分だけなので、マイナス2分の1、A プラス B。で、マイナス2分の1を入れたときは4って分かってるから4となる。で、この2つをあと連立方程式を解けば OK となります。いいかな？で、幅が一応あるのでやっとこうかね。で、ちょっと分数、このままではいけるんですけど、一応分数消そうか。下に2をかけると、マイナス A プラス 2B プラス8じゃないよね。イコール8だった。イコール8。で、上はそのままでいっか。A プラス B イコール3で足すと 3B イコール 11B。 これ合ってる？俺合ってるね。で B が割り切れないからね、3分の11となります。
で、一番右、答えここに書くスペースが欲しいので、よいしょ。B をね、まあ、上に代入すると、A イコール3、B こっちに持ってくると、マイナス3分の11だと。で、3は3分の9と同じだから、A イコールマイナス3分の2と。これで A も B も分かったね。で、気をつけなきゃいけないのは、これ AB を求めなさいじゃないからね。自分で AB 置いちゃってるので。で、余りを求めようと言ってるので、余りはこの AX プラス B でしょ。だから、最後にこの A と B をここに入れて、余りはマイナス3分の 2X プラス3分の11と。これで OK となります。いいかな、まあ、ちょっとね、似たタイプの問題ワードで並べてるんですが、まあ、こんな感じでやるので、ぜひ覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトル、あともう一個だけやるんですが、次がね、組み立て情報をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。